ペコちゃん、選手、地上三冠があったですか？どうして教えてくれない？お母さん、とても寂しい。うるさいな、恥ずかしいからに決まってるでしょ。お母さんは黒人なんてダサすぎるじゃん。日本語もなまってるし。おう、おう、おう、ブグ、ブグーブ。レコ、またお母さんを傷つけたな。この差別主義者め。黒人のどこが恥ずかしいんだ。言葉がなまっていて何が恥ずかしいんだ。お母さんに謝りなさい。うるさいな、もう。こんな人お母さんじゃないよ。お父さんが勝手に連れてきた人じゃん。私が望んだわけじゃない。親子関係を強制しないでよ。なんだその態度は。おい、話はまだ終わってないぞ。お母さんが作ってくれた夕食だって残っているじゃないか。私嫌いだもん、その人の作るもの。味が変で気持ち悪いもん。踏んだ。ぷぷぷ。ごめんな、サモラ。レコも昔はもっと優しい子だったんだ。きっと思春期に差し掛かって心が混乱しているんだよ。カナタさん、ありがとう。サモラ、愛してるよ。なでなで。あ、あん、気持ちいい。私も愛しています。ブチュー、レロレロ。人の良くないところ、嫌いなところなんていくらでも見つかる。私はあの人のすべてが嫌で嫌で仕方なかった。特に嫌なのが、いつもニコニコして外面はいい人ぶっているところ。ご近所からもすぐに好かれたみたいだけど、私は騙されない。あの人は性格がとても悪くて意地悪なんだ。日本人のことが嫌いで日本人のことをバカにしているんだ。あの人の方丈にみんな気づいていない。一番気づいていないのはお父さん。お父さん、前のお母さんには愛してるなんて一度も言ったことがなかったのに、あの人にはしょっちゅう言ってる。そして体を触ってる。お父さんは本当は私を家から追い出してあの人と二人で暮らしたいんだ。私がいなくなればあの人ともっとあれができるから。そして私とは違う、素直で優しくて可愛い、あの人と同じ肌の色の新しい子供が生まれるんだ。ブッブッブッ。私はこの家では邪魔者なんだ。私なんて生まれてこない方がみんな幸せだったんだ。ブッブッブッ、シクシク。その日の夜、二人が寝静まった頃、私はリビングに灯油をまいて火をつけました。メラメラ、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 メラメラ。